荒野議長は、長崎県西園の議群にあった町。1898年7月1日、深堀村より分村し、2005年1月4日、市町村合併に伴い、長崎市に編入され、自治体としては消滅した。編入後は、全域が長崎市荒野議場となっている。造船所が多く立地する。本校では、 現在の長崎市の一地区としての高野木についても、記述する。高野木地区の人口は3645人。元来は、高野木島と影の小島からなる離島であったが、戦前戦後の造船、石炭産業の活動等により、海面埋め立てが進んだ。1960年代後半の県による臨海工業用落ち埋め立てにより、両島とも長崎市と陸続きとなり、 長崎半島とつながって半島化した。元の高野義島の南西に横島がある。明治時代の一時期炭鉱採掘で栄えたが、平山後沈下が進み岩礁化している。戦前、川南工業や安保炭鉱によって栄えた島で、戦時中は日本軍に対して輸送船を大量生産していた。戦後川南工業の経営悪化に伴い町の税収は緊迫しており、 町と川南の間で長らく確室があった。その後、革新系の町長が長く支持された革新自治体として全国的にも注目された。1969年、海面埋め立てに財政的支出を行った長崎県によって陸続きとなった長崎市との合併干渉がなされているが、町民ら自ら合併の是非について調査し、 合併の賛否を検討し住民らの判断でこの時は合併は見送られている。しかし、平成の大合併においては、周辺の町とともに長崎市と合併協議に入り、合併を推進した当時の町長のリコールによる会食等の運用曲折を経て、2005年1月4日に同じ西園木義軍の伊王島町、高島町、野間崎町、三和町、外目町とともに、 長崎市に編入された。ありがとうございます。